BTS の V が人混みの中で新鮮な空気を吸うために軍のキャンプを離れたと噂されている。彼の外出は多忙な軍務によるプレッシャーとストレスに対処するための試みと考えられている。 V が目撃されたのは軍キャンプに隣接する小さな町で、賑やかな地域を一人で散歩している姿が目撃されたという。彼に見覚えのある何人かの観光客はその瞬間を即座に撮影し、ソーシャルメディアで写真を共有した。この事件は多くの人に衝撃を与えたが、 BTS の V を含め軍人が直面するプレッシャーや任務には圧倒されることもあることを理解している人もいる。新鮮な空気を吸ってストレスを解消することは精神的感情的な健康を管理するための自然なステップのようだ。この件に関して VBTS の経営陣や代理人からの公式コメントはない。しかし世界中のアーミーは VBTS がこの瞬間から再び落ち着きとバランスを取り戻せることを願っている。 V と SDT ディビジョンの他のメンバーが任務を遂行できるようファンの支援と祈りが続いている。このニュースが伝わると BTS のファン、アーミーたちは様々な反応を示した。その多くは V の精神的、感情的な状態を心配する一方でアイドルへの支持と愛を表明した。アーミーの中には軍隊における精神衛生意識の重要性を強調し、兵士が経験するストレスに対する支援と理解の必要性を訴える者もいた。彼らは今回の事件が軍人の精神的な健康や助けを必要とする人たちをサポートするために講じられる措置についてより広範な会話を呼び起こすことを望んでいる。一方、一部のファンはこの瞬間 VBTS にプライバシーと個人的な空間を与えることの重要性を強調した。彼らは有名人を含む全ての人が個人的なバランスと幸福を維持する権利を持っていること、そして遠くからのケアとサポートがポジティブな影響を与えることもあることを思い出した。とはいえ、この事件は有名なセレブでもある軍人が直面するプレッシャーや課題も浮き彫りにしている。BTS の V は世間から厳しい目で見られる存在として異常なプレッシャーに直面し続けている。このようなニュースが続く中、アーミーは VBTS へのサポートと愛情を示し続けると同時に、彼の個人的なプライバシーと幸福に対する感受性を維持することが期待される。VBTS がこの瞬間から再び冷静さとバランスを取り戻し、今後直面するかもしれない困難を克服できるように、